おはようございます。まだ寝てないんですけどね。おはよう。夜中配信してたんだけどさ、めっちゃ酔ってて、めっちゃ酔っててやっと抜けた。やばいんだけど、暴飲暴食、暴飲暴食やばい。あ、ナイスやってない、すいません、やってないんで。まだ寝てない私ね。お酒飲んだ時はね、あんま寝れないんだ。あ、おはようございます、こうちゃん、ありがとう。朝マックしてすき家も食べた。すき家、今日は出かけないよ多分ね。出かけないと思う。あの夜中配信してたよ。てか3時間前かな、いや3時ぐらいかな。そう、うどん食べたし、その後すき家のキムチ牛丼食べて、でフィレオフィッシュセット。キャリーちゃんロイド終わった。キャリーちゃんはひよこんさんが好きなんじゃない。だってロイドさんいてもずっとひよこんひよこんって泣いてたじゃん。好きなんだよ。昨日キャリーちゃん乗られて大変だったね。あれね、私酔ってたら怒ってたかもしれない。シラフだったからね。ナイスやらないよ、押さないで。キャリーちゃんとも話してないけど、だって今日朝ね、あのなんかね、私の荷物を持って帰っちゃったみたいで、それをちょっとどっかのタイミングでもらうわ。ナンパじゃないらしいね。スクールバッグありがとう。いやなんかタクマン家に入荷みたいな鳩めっちゃ来てたよ。かわいいちゃん。あ、カプセルホテルなんだ。スクールバッグありがとう。てかなんかあれだわ、風邪ひいたっぽい。鼻風邪。てかイベント中だからね、あんまり出かけたくない。まいちゃんがする台本配信ってワンパターンだよね。私さ、さっきさ、自分のあの眉とクラウンのさ、私あんま自分の見ないんだよ。なんか録画とか見て本当に台本っぽいと思った。ワンパターンのこれ、人が変わっただけで脚本一緒っていうさ。いや飽きたよねって言われてもそれ自覚ないんで、こっち、こんな感じなんだって思ってさ。8は出してる方が面白いじゃないですか。8出してる方が面白い。自分たちも。
そこも出しちゃうんですよ彼女は。だからそのさ、2がわからないんだと思うよ。そうですよね。バカだわ。セックスしただけだろ。セックスしただけ1日。もう笑かすよね。何が別れましただよ。付き合ったんじゃないんだよ。こうやって関心です。自宅をしっかりとちょっと伝えたいなと思って。あ、まあ、確かに僕もダッスルさんと同じ意見ですね。言ったらやっぱ中途半端が許されへんすもんね、やっぱり。いや、そうなんですよ。だからどっちかはっきり白黒しないとダメだと思ってます、はい、まあそうですね。フワチカンシンさんのこれ見ててさこれ見ててさ、人が違うだけで何度も見たことあるこれと思ってマインド同じじゃんこれ。マインドよく飽きないね。みんなだから私なんか何同じことするから台本って思われるってこと覚えてないよ、うん、覚えてないよ。あ、タコさんから皆さん無料アイテムお願いします。イベント出ました、よろしくお願いします。いや、見て笑っちゃった。今さっき見たんだよこれ、自覚ない。だってお酒飲んでる時なんて自覚ね、覚えてないもんね。ただやっぱ焼け酒しちゃうね。失恋すると焼け酒する癖があるね、どうしても。スクールバッグありがとう、うん、あ、ひよこからありがとう、うん、同じ台本やりたくて。いや、早すぎるよ、でも。うん。
マユリスナーさんからおすすめだって、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、まあでもね、彼はふわっち復活するんだよ、どっかのタイミングで。でもそれでももう封印した方がいいのかな、だよ、うん、うん、封印した方がうまくいくのよ、うん、うん、2人でちゃんと話してないのか。復活したらなんか企画とかしたいねとか言って話してたよ。でもやっぱ封印した方がいいのかな。の売り上げ126万9000円、すごい、126万円おめでとうございます。それもうあれトップクラスじゃない、あきこママの一日店長で1位がゼロワンだとして2位がひでママ、うん、3位なんだ、うん、すげえ、おめでとう。あ、ナナちゃんか、2位がナナちゃん、1位が、あ、1位がナナちゃんなんだ、で、2位がゼロワンか、すげえな、そっか、ナナちゃんもやってたんだ、うん、あータコありがとうございます、ごこ投げありがとうございます。まゆちゃんおはよう、あーみーちゃん、あれみーちゃんだと思って、ごこ投げナイス、みーちゃんもありがとう、うん、うん、ゼロワンナナちゃん、あ、なるほどね、なるほどね、うん、モンジュリがバイクラについて話したやつ見た、あ、見たよ、え、それ見る、みんなでナナちゃんが私たちにもカップルの話してた一部始終、スクールバッグありがとう、来るばっかありがとう、あ、泉もおはよう、よし、鼻風、そう、トップグループはハズレでしたね、ハズレでした、うん、残念ながらキャリーちゃんと話してないんだ、またどっかのタイミングにする、なんか昨日やばかったじゃん。でもさ、キャリーちゃんが酔ってるのと私の酔ってるのってどっちの方がやばい？あ、でも私器物破損はしないか、さすがに、うん、まゆちゃんおはよう、初投げ、ここいいんですか、初投げで、あー、可愛い方からもらっちゃった、ここ投げないぜ、いいんですか、ありがとうございます、可愛い方から、マユ、キャリー、いや、キャリーちゃんでしょ、やっぱり、うん、私もやばいけどキャリーちゃんの方がやばいね、私器物破損がしない、セクハラはするけど器物破損はしないよ、うん、